はい、どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。今回はですね、長野県の南部に伝わる、高級珍味ゆべしの作り方を皆さんにご紹介したいと思います。ゆべしというとですね、くるみが入った柔らかい、和菓子を想像される方が多いと思うんですけれども、長野県のね、南の方にある天竜村とか安岡村という地域では、このね、柚子を使った、乾燥させて作る珍味がですね、非常に有名なんですね。で、私はね、それを、過去に作ったことがあるので、今回はね、その作り方を皆さんにご紹介したいと思います。はい、今回もですね、この動画を見る前にぜひ、チャンネル登録をしてから、この動画のね、続きを見てください。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、ちょっと簡単にゆべしの説明をしますと、安岡村とか天竜村という地域で作られている食べ物です。ざっくりとですね、作り方説明すると、まずね、こういう、柚子の中身をね、くり出します。くり抜いて、そこにですね、その柚子の果汁と味噌をミックスさせて、くるみ合わせたものを中に入れて、蒸して、その後乾燥させると、2、3ヶ月乾燥させて、もうね、真っ黒い、抹茶色っていうのかな、茶色とか黒に近い色になるまで、3ヶ月ぐらいね、乾燥させて、もうカッチカチにね、硬くなるまで乾燥させます。で、その硬くなったね、こんぐらいのものを、薄くスライスして食べるという、そういうね、食べ物です。で、どうやって食べるかというと、例えばお酒のあてですね、日本酒とか焼酎とか、そういうお酒と一緒に、この薄く切ったゆべしをこうちびちびつまみながらお酒を飲むっていうのをね、よくやります。もしくはその薄くスライスしたものをもう少しね、小さく刻んで、料理のね、調味料というか、ちょっと隠し味的にね、具材として使うと、そういうこともできます。で、どんな味なのかというと、材料がですね、砂糖、味噌、柚子、あとくるみという感じなので、なんていうんですかね、その味噌の、芳醇な香りプラス柚子のね、この華やかな香りもやっぱ残っていて、かつそのくるみの香ばしさもあったりして、かなりすごくね、美味しい食べ物なんですよ。で、ただね、なかなか作る人も少ないですし、そんなにね、生産される地域も限られて、広い地域ではなくて限られているので、結構ね、高級珍味として珍重されています。で、私の母方の実家がですね、ちょうどその安岡村というところに家がありまして、で、それから天竜村でね、作られている方の家まで行って、一緒にね、そのゆべし作りをやったことも学生時代にあるんですよね。なので、大学でもね、自分でこのゆべしというものを作ってまして、実際にね、乾燥させて最終的なものを作ってね、スライスして食べた、そういうね、思い出があります。で、ちょっと前置きがなくなったんですけれども、今回はですね、このゆずを使った、高級珍味ゆべしの作り方ね、説明していきます。まず材料なんですけれども、ここに用意してある通り、ゆずが必要になります。私は今東京に住んでいて、ちょうどね、この高知県産のゆずが、スーパーで販売されていたので、それをね、買ってきました。今回はですね、7個かな、7個のゆずを使います。ちょっと田舎に住んでいる方だったら、直売所とかに行けばね、ゆずはこの時期、冬の時期ね、11月から12月ぐらい出回っているんじゃないかなと思います。このね、撮影をしているのも11月下旬です。ゆべしを作るんだったら11月下旬から12月頭ぐらい、このぐらいのね、地域に作るのがいいかなと思います。で、完成するのが、2月とか3月とか、それぐらいになると思います。はい、あと次がね、味噌です。で、味噌はね、お好みの味噌を用意していただければいいかなと思うんですけれども、普通のね、赤味噌と白味噌をブレンドしてね、作るのでもいいですし、赤味噌だけとか白味噌だけとかね、それでもいいかなと思います。で、私はこの信州味噌をね、用意しました。はい、もう一つ欠かせないのがくるみです。私はこれもね、スーパーで買いました。くるみがね、結構好きなので、これはね、ちょっとたっぷり入れようかなと思ってます。で、くるみの他にもごまを入れるというね、やり方もあります。で、ただ私あんまりね、ごまとくるみ両方入れるよりはくるみだけの方が私は好きなので、今回はくるみだけにしました。でもね、ごまが好きな人はぜひね、ごまも入れてみてください。はい、で、あとは砂糖ですね。この細かい作り方は後でまたご説明します。で、もう一つですね、すごく重要なものがあります。それはこの干しかごですね。そのゆべしはですね、2、3ヶ月屋外で干さなければいけません。で、その時のことを考えると、やっぱりね、こういう果物とか野菜とかを干すためのカゴですね、これは3段とか4段になっているものが売ってるんですけれども、そういうものがね、1つあると
非常に役立って便利かなと思います。でこれは例えば椎茸をね干す時とか、例えば干し柿を作る時とか、いろんなことに使えるので、まあ、ぜひねこういうのも一つない方は購入してみてください。で概要欄にねリンクを貼っておくので、まあ、Amazon とかでも買えます。でももちろんねホームセンターとか、例えば農協関係のお店とか、そういうところでもねこれは買えると思います。はい、じゃあ一番最初ですね、今日はこの柚子を洗って、中身を入れて蒸して干し始める、そういうところまでねこの動画でご紹介したいと思います。はい、それじゃあ作業やっていきます。今ねこの柚子を洗ってきました。次は、このねヘタを上にして器にするためにここをこういうふうに切ります。はい、こんな感じです。でこれは後で蓋として使うので必ず取っておいてください。でこれをの中身をねくり抜きます。スプーンでできるかな。お、できますね。こんな感じに、はい、ちょっとザルを用意してもらって、はい、今ね柚子の中身をスプーンでくり抜きました。柚子の皮の方はこんな風にね容器になりました。でちょっとまだここにね柚子の果肉は残っているので、これからかき出したいと思います。はい、今スプーンを使ってここのね残っていた果肉をあらかた取り除きました。ちょっとカメラだと見づらいかもしれないけど、まあだいたいもうね果肉が取れましたよね。はい、なのでこれで一つね柚子の器ができました。で後ほどですね味噌あんですね、味噌あんをここに詰めて、でこの切ったねやってて蓋をして、はい、こんな感じに作ります。でこれをまあ乾燥させるという感じですね。この作業をちょっと全部やっていきます。はい、今ね7つの柚子の下処理作業が終わりました。こんな感じで、7個分のね柚子の器ができました。これはね後でまた使います。はい、でこっちがね7個分の柚子の果肉です。ちょっとなんか果肉だけ見るとちょっとグロテスクな感じですね。でも今香りがすごく良くて、柚子のね香りで部屋中がこう充満されていて、すごいいい感じです。でこれをですねこの後こう潰していきます。ザルを使っているのでね、こうやって、まあ、スプーンで押したりとか、まあ、ヘラで押したりとかして、このね果汁を絞ります。で果汁を絞って、まあ、このね残った果肉はもう普通にゴミとして捨ててしまうんですけれども、これでね採取した果汁ですね、まあ、こうやってボウルにたまるじゃないですか。これをね味噌と合わせて、味噌だれを作っていくと、そんな感じになります。でちょっとね絞っていきたいと思います。はい、今このねスプーンを使ってこの果肉をねザルでこしました。そしたらなんかこんな感じで種が大量に出てきましたね。これをまいたら普通に柚子の木が育つと思います。はい、でどれぐらいこせたかというと、はい、こんな感じです。 200ml とか250ml ぐらいかな。7つのね柚子の実からこれだけの果汁が取れました。これをねちょっと味噌と合わせます。はい、今から合わせ味噌作りです。でまずですねくるみを細かく刻んで入れたいと思います。でちょっとねこういう大きくていい感じのやつはちょっと真ん中に入れて綺麗にね断面が出るように使いたいので、そういうのはね、1個につき1個ずつ7個分別のところにここにねこんな風に取ってあります。でそうではなくて、まあこうやってね半分とか4分の1に割れたやつ、まあ、そういうのもね入ってますよね。でそれをねこれから刻んでいきます。で私は今回 80g 入りのこのね 80g 入りのくるみを買ったので全部入れちゃおうかな。まあ私くるみ好きなんで全部入れます。まあ、ちょっと刻んでみて多かったら調整するかもしれないんですが、ちょっとやっていきます。とりあえず刻んでみよう。はい、こんな感じで刻んでいきます。はい、今スライスが終わりました。この大きいやつを外して、
多分残り60何グラムぐらいだったと思うんですけど、こんな感じに刻みました。で、最終的にゆべしって絶対薄くスライスして食べるので、まあ、ここがこうなんか粗くなってたとしても食感がゴツゴツなるって感じではないです。最終的にこいつらもね全部薄くスライスして食べるので、まあこんぐらいでいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ味噌とね合わせていきます。はい、じゃあ合わせ味噌を作っていきます。で、こんな感じにボウルを用意して、そこにですね味噌を入れていきます。で、これは 900g 入りの味噌を今回買ってきました。信州産の信州味噌です。ちょっとね分量の想定が難しいんですが、多分 400g ぐらいの味噌を使えばいいんじゃないかなと思います。大きな柚子を7個使っているので 400g ぐらいかなと思ってます。で、もし余った場合にはその味噌だけを丸めて乾燥させても、なんちゃってゆべしができます。なので、まあとりあえず 400g でやってみましょう。で、このポイントとしては、だし入りの味噌はダメです。だしが入ってる味噌って最近すごく増えてると思うんですけれども、まあだしが入ってるとねなんかちょっと魚の匂いがしてしまって全然美味しくないと思うので、普通のね味噌だけのものを買ってください。で、まあ味噌はお好みでね、お好きな種類のものをご用意してください。はい、400g の味噌です。ちょっと正確には測ってないんですが、多分 400g ぐらいかなと思います。で、ここにですね、先ほどの、絞り汁、柚子の絞り汁を入れます。で、これ全部入れるわけではなくて大さじ5杯ぐらいかな。全部入れると多分ね多すぎるので大さじ5杯ぐらいちょっと加えます。ちょっと適当で、すいません、目分量で OK。はい、で、この余った柚子の汁はですね、ちょっと砂糖を加えてジュースにしてね飲んだりとか、まあ、ちょっと温めてねホット柚子紅茶みたいなやつにしてもいいと思うし、あとは炭酸で割ったりしても美味しいと思います。まあ、何にせよその柚子の絞り汁はねぜひ、何かしら飲み物とかにねお使いください。じゃあ次、砂糖も入れようかな。砂糖はまあ、砂糖だけにするのか、それともみりんをね入れるのかでもちょっといろいろ違うと思うんですけれども、まあ私は、まあ、今回砂糖だけでいこうかなと思います。砂糖どんぐらいだろう、 100g から 150g ぐらいかな。よいしょ、ちょっとすいません、目分量で適当に入れます。よし、 OK。 じゃあとりあえずこれをミックスさせます。はい、混ぜ終わりました。で、今ねこう味噌と合わせてるとこの柚子の香りと味噌の香りが合わさってものすごいいい香りがしてきております。で、ちょっと味見をしてみましょう。適当に目分量で作ったので美味しいのかどうかわからないので、なんかもっと砂糖が多くていい気がします。あと柚子の汁ももうちょっと入れよう。ちょっと追加します。はい、じゃあここにですね先ほど刻んだくるみを合わせます。で、私はくるみが好きなのでくるみだけなんですが、ごまが好きな方はくるみの量を減らしてごまも入れてくるみとごま両方みたいなのもいいと思います。で、まあ、くるみが苦手な方もしいたらね、くるみ抜きでごまだけでもいいんじゃないかなと思います。これでゆべしの味噌あんの完成です。こんぐらいの水分率なら多分ちゃんと問題なく乾くんじゃないでしょうか。先ほど用意したこの柚子の器の中にこのね味噌碗を入れていきましょう。で、この時のポイントは、たくさん入れすぎないことですね。入れる量は7割から8割ぐらいがいいと思います。なんでかっていうと、これね加熱すると味噌が膨らむんですよ。これから蒸すんですけど1時間ぐらい膨らんできちゃうんですよね。はい、これぐらいにしておこう。これぐらいの容量で OK です。これで蒸してね、まあ少なかったら出せばいいし、多かったらまたちょっと減らすみたいな感じで、はい、こんな感じで1個ずつ入れていきます。はい、今ですね問題が発生しました。1.5 個分足りなかったです。ちょっともうちょっと味噌を足してもう一味噌あん作って補充します。
なので私のねこの大きな柚子7個だったら味噌 500g 弱ぐらいは必要だったかなと思います。訂正します。はい、新しい味噌あんを作りました。これもですね、味噌に砂糖と、柚子の搾り汁を加えました。でくるみがですねちょっともう使い終わってしまったので、そのくるみの代わりにこちらですね、いりごまを入れました。いりごまを混ぜてごまあんバージョンですね、そちらも作りました。はい、じゃあですね、先ほど、こちらの柚子にはですねくるみを入れたんだけれども、全然足りないという状態だったので、このねくるみあんに、このごまあんを混ぜるというねちょっと禁断の技を使いたいと思います。なのでこの柚子はくるみとごまと、両方入っているというね、かなり珍しいバージョンです。はい、でこれもやはり同じように7分目から8分目ぐらいね入れていきます。はい、これで7つのね柚子に全部味噌あんが入りました。こんな感じです。こんな感じです。でこれをですね、これから蒸し器で蒸していきます。時間はだいたい1時間ぐらいかな。はい、1時間ぐらいね蒸していきましょう。で蒸していくとこのね味噌あんと、柚子がですね、ちょっと一体化してくると言いますか、なんか別光色になって、一体化してくるんですよね。両方にしっかり加熱をするっていうことですね。でそれから味噌が膨らんできてこうポコポコっとねこう蓋が上がってくることもあるので、そしたらねちょっと味噌を押さえつけたりとか余分な分をね取り除いたりとかします。この味噌あんの上にくるみを乗っけていきましょう。なんか今回はちょうどあのごまあんとくるみあんと2つできたので、その見分けのためにもちょうどいいですね。はい、じゃあくるみあんのものにこの大きなくるみを入れていきます。多分ちょっと加熱したらね上がってきちゃうと思うんで、その時はまた押し込まなきゃいけないんですが、とりあえず入れていきましょう。はい、 OK です。ごまあんにはくるみを2個か3個入れて、このくるみあんにはね、くるみを1個ずつ入れました。こんな感じで OK です。じゃあ蒸しましょう。はい、今ね鍋の蒸し器を使ってこんな感じに、柚子をねセッティングしました。これでね1時間ほど蒸していきます。途中でね水がなくなったらすぐ補充にするようにしてね、体気には気をつけてください。はい、じゃあ蒸していきましょう。はい、今ね20分ほど蒸しています。で、そうするとですね、こんな感じに今手前の柚子の蓋が盛り上がってるのが分かりますかね。味噌はね8割ぐらいしか入れなかったんですけれども、やっぱり中の味噌が膨張してね、こんな風にちょっと溢れ出てきます。それから奥のね左奥のものもそうですね。8割ぐらいの味噌だったんですけれども、今はね溢れてきてます。でこれぐらいならねまだ問題ないので、もうちょっとこのままね蒸していこうかなと思います。もっとねたくさん溢れるようだったら、ちょっとね味噌を中に押し込んだりとか、ちょっとねかき出したりとか、そういうね処理が必要になります。このぐらいだったらこのままでいいかなという感じです。はい、蒸し始めて30分経ったらこんな感じで爆発してしまいました。はい、でちょっとスプーンを使って中身をねもうちょっと押し込んで、溢れちゃった部分はね、もうどうしようもない部分は取ります。でそうじゃなかったらもうちょっとねスプーンで押し込みたいと思います。はい、今ね1時間ほど蒸しました。溢れてねしまった部分はスプーンで直して、でその後追加でねさらに蒸しました。こんな感じでね柚子の身全体がね、ちょっと透き通るというか別光色というかね、ちゃんと火が通れば OK です。はい、こんな感じでね、1時間ほど蒸しましょう。でこのね溢れてしまった味噌をちょっと拭き取ってね、きれいに形を直します。はい、これがですね今蒸したての柚子です。こんな感じにあのね8割から7割ぐらい入れててもね、こんな感じにちょっと爆発しちゃいます。でも少なすぎてもねあんま良くないので、これぐらいの爆発は仕方ないかなと思います。でこのねはみ出てる部分をちょっとこれからねスプーンとかを使ってきれいに整えます。で整えると、はい、こんな感じに、ね、なります。この4つが先にね蒸した方です。でこれもこんな感じに爆発してたんですけれども、ちょっとねスプーンでいろいろと整えてあげて、これぐらい
にはなりました。まあこんぐらいでいいかなと思います。はい。でこれはもうあとはね乾燥させるだけという状態です。なのでこれをちょっと整えてきれいにしてこうする作業をちょっとやってみます。まずはちょっとこれを一旦剥がして、こんな感じになってるのでちょっとね溢れている部分を中にね戻してあげましょう。はい。ちょっと今ね潰れてるので、まあ、若干押し込めばね意外と溢れた分も中に入ってくれます。であんまりこのね周りに味噌がついているとちょっと見た目が悪くていまいちなので中に入れてあげます。はい、こんな感じかな。でよし、蓋を戻してあげると、はい、こんな感じで OK です。これかなり柚子熱いので気をつけてください、やけどしないように。でもこれね熱い熱々の時じゃないと冷えて固まってからだとこの作業はできないので、頑張って熱々の時に終わらしちゃってください。これはちょっと少なすぎるぐらいですね。少なすぎるとねちょっとこう丸っこい綺麗な形にならないので、少なすぎるのもね良くないんですよ。多分まあ本当は爆発するぐらい の量がいいんじゃないかなと思います。これはでもまあしょうがないか、これでじゃあ押さえちゃおう。はい、OK です。こんな感じで、こんな感じで、きれいにする作業をねやってください。はい、次に干す作業に移ります。こんな感じで私は3段のね、干す機械を買ったので、そこに今ちょっとね若干このプラスチックの匂いが気になったのでキッチンペーパーを引きました。でその上にこんな感じでね、蒸したばかりのゆべしを並べました。でこれであとは、ベランダとかね軒下に置いて、とりあえず1ヶ月ぐらい乾燥させようかな。で1ヶ月ぐらい乾燥させたらちょっと手で揉んで水のね偏りをなくして、で、まあ、新しいキッチンペーパーに交換して、で今度はねキッチンペーパーで全体をぐるっと囲んで、で縛ってまたさらに1ヶ月か2ヶ月ぐらい乾燥させる、そんな感じでねちょっと作ろうかなと思います。はい、まあとりあえずですね、これで一番最初のゆべしの仕込みは終わりました。はい、これからもですね、ちょっと何本かの動画でこのゆべし作り、今後の経過もですね、ご紹介していければなと思います。はい、今回の動画面白かった、役に立ったと思う人はぜひいいね、それからチャンネル登録よろしくお願いします。何かね、質問とかある人はぜひコメント欄に書いてください。こんなね、動画作ってほしいみたいなリクエストもですね、お待ちしております。はい、でですね、今私干し柿を作っているので干し柿をですね、紐から外して今度この下にね入れようかなと思います。で干し柿ね、実家の市田柿を使った干し柿を作っているので、そのね干し柿の動画に関してはね別の干し柿のね動画ぜひそっちもね合わせて見てください。こんな感じでね、農家のね知恵というか冬場のね、加工農産物作りもね動画で紹介しております。はい、じゃあこれからもぜひ私のチャンネル見てください。ではまた。